リビング、リビング学習プラン。子供が安心して勉強ができ、自分から進んで片付けをするリビング学習プランは、学びと暮らしの成長を見守り、サポートができます。オープン部分には、子供の作品を飾ったり、季節のディスプレイを楽しむことができます。扉がついた部分は、お子様の過去の作品などを大切に保管するスペースになります。時間割を貼ったり、ペン立てをつけたり、ママからの伝言板としても使うことができます。家族のコミュニケーションを取りつつ、壁に収納することで、机の上をすっきりと片付けることができます。お姉ちゃんと弟が共有して使える引き出しの中を、カラーで分けることで、自分の持ち物が一目でわかります。一つの引き出しを共有して使うことで、お互いに収納の中をきれいに使う意識が育まれます。ランドセルは重たいので、ついつい床に放り出してしまいがちです。そこで、デスクの下側にランドセルをしまう場所を作り、その上に教科書などをしまう場所、時間割を貼る場所を作りました。そうすると、その場で次の日の学校の支度ができるので、忘れ物防止につながります。